6、7番手最強勢1番の高橋喜月、 今期高級となっても脚力は遺憾なく発揮しています。3連続優勝がかかる1番の地元高橋喜月、後ろ7番の山下学、準決勝戦で見せた豪脚再びなるか、そして8番手9番手後ろ攻め、5番の福永大地と9番小笠原翔太、残り2周でまずは先制したのは1番の高橋喜月です。最強勢前へと出る、追っていった5番の福永大地がさあここで今日も主導権を掴んでいく、9番の小笠原翔太がマークぴったりと続いて残り1周半を切りました。中段位置に収まった最強勢1番の高橋喜月と7番の山下学ですが、これを外からねじ伏せるようにして6番の栗本直宗発進、中段以降が広がってきました。残り1周を切って5番の福永大地がラストスパートに入る、そして9番の小笠原翔太番手まだ守り通している、この後ろ1番の高橋喜月、6番の栗本はさばかれて交代、2番の菊池俊太郎も踏んでいるが、さあ5番の福永大地が先頭を突き放す、2番手車間を切って5番の小笠原翔太と1番の高橋喜月、この後ろに2番の菊池俊太郎が追い込んで横に広がった、菊池俊太郎がかわしてゴール、2番の菊池俊太郎、最後は渾身のハンドル投げ届きました。